明日の調教注目場、馬にも自説。そんなわけで、えー、今週もやってまいります、馬にも自説。3月16日、中山1レース、未勝利戦、イースト・オブ・エデンですね。まあ、これ、あの SN、SNS の方にも、木曜日に、かな水曜日かなんかに名前出しちゃったんですけど、今回ね、未勝利戦でデビュー、初出走となるイースト・オブ・エデンなんですが、えー、興味深いのがですね、半老い切りなんですよね。まあ、見放ってうっとい切るのが多いんですけど、半追い切りで50.4秒。 はい。で、ラップが13.2、12.3、12.1、12.8という時計で、あの、僕ちょっとね、あの SN、SNS に書いたの間違えてたんですけど、あの、日本の販路回収工事後にこんな時計の馬いないって言ったんですけど、あの、ライラックとかね、シュドラウスとかはいました。はい。なんですけど、まあ、あの、レアですよ。非常にこんな時計をね、あの、回収工事後に出した馬っていうのはほとんどいないし、いたとしても重症級の馬とかね。うん、まあ、この未勝利戦でデビューする馬が、 出してくるような時計ではないなというところですね。で、えっと、回収工事後にですね、反路で、見ほですよ、もちろん。反路で追い切りで52秒台前半以下。まあ、前半以下なんで具体的には52.4秒以下の時計を出している馬の成績。単回収94%、副回収114%もあるんですよね。なんでね、反路の回収工事、あの、やっぱなんでしょうね、重傷でいっぱい勝たないと効果がなかったとかどうとかっていう人いますけど、競馬全体で見れば、 もうちゃんとあの結構ね、回収の、なんでしょう、影響出てますよ。はい、えー。すごく成績いいですからね。で、そうなってくると、やはり新日、新見本半路追い切りで、高時計の馬には注目が必要と、そんな中でもイースト・オブ・エデン、デビュー戦ですけど、50.4秒という時を出していますと。これ結構楽しみですよね。 で、そんなにね、多くないケースなんですが、あの、菊沢9社に関しても、新馬戦とか未勝利戦で、反路追い切りで時計が良い馬あって、構想率高くて回収も高いんですよね。例えば、反路の追い切りで、えー、53秒台以下で短回時160%を超えていたりしますし、デビュー戦っていうね、キャリア0戦から1戦になるデビュー戦っていうくくりだったら、さらに高成績になっていたりします。はい。なので、そういった点から見ても、このイースト・オブ・エデンは、まあ もちろんデビュー戦なんでね、今度はあとの戦略が合うのかどうかとか、まあ、いろんなこともあると思いますが、まあ、結構期待してもいいんじゃないかなとは思いますね。はい、期待とか注目ですかね。で、今回のメンバーでいうと、えー、ここ2002着ですね。連続2着のホークレア。やはり完成度が高い馬です。16番に入りました。そして、えー、ガラクシア4枠7番。えー、1枠2番のファンユー。この3頭など、まあ、強敵がいますね。 でこの3頭がまあ割と人気の上位には当然なってくるんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、はい、人気なかったらあの買ってください <laughs> 人気なかったら美味しいんでねこの3頭万が一でまあここがでもあのどれも前に行くまだしどれもそろそろね結果残したい特にホークレアなので割と強気で前に行くんじゃないかなとでそうなってやり合っちゃうと えー、まあどれかが脱落したりしやすくなるので3頭の決着っていうところにねイーストオブ・エデンが食い込んでいくチャンスが生まれそうだなと思うんですよねもちろんまあイーストオブ・エデンが初出走なのでどういう競馬するか分かりませんしうんそれこそこの馬も一緒にやり合っちゃってるとかねそんなこともありえるかもしれませんけども、はい、なんですけどまあ調教的には僕はあの割って入る可能性は十分あるかなと思っています。 でもう一個、阪神11レース、若葉ステークスのミスター GT。覚えてらっしゃる方もね、うちのチャンネルの、まあ、視聴者様にはいらっしゃるかと思いますが、前走の共同通信杯、本命にしました、私ね。えー、7着でした。あの、まあ、レース前からね、あの、ピリピリしてたんですけども、その中でね、スタート後にですね、まあ、いきなり不利を受けてスイッチが入って、終始力んで走って、まあ、何もできず、力出せずという競馬でした。 いやもう本当振り返ってみるとね、もう今年の、あの僕が推奨っていうか、まああの、本命とか対抗にね、印打つ馬の、もう4割5割がね、不利を受けるっていうね、これ恐ろしい現象がまだ3月まで続いているこの半ばまで、もういい加減にしてほしいという感じなんですが、まあその共同通信杯でもそんな感じでした。はい。で、ホープールステークスでもね、ミスター GT って直線であの、包まれちゃって、 最後少々だけコースが空いてね、なんとかあの競馬ができて5着、それでも5着ですからね。なので、あの、能力があるのにね、この不利とか、そういうものに見舞われることがちょっと続いている、運の内径の馬ですかね。まあ、いるんですけどね。本当にね、なんでこの馬はいつも不利を受けてるんだっていうね、まあ先週もそんな馬走ってましたけどね、某ホニャララっていう馬ですが、もうすっかりネタ馬になっちゃってますけど、ミスター GT もそんな道を歩みそうで怖いっちゃ怖いんですが、 えー、やはりあの、気象の部分でも問題があるので、せめてそちらを解消してほしいなと思うんですけど、逆に言えばですね、気象の部分の改善とか、不利を受けなかったらねっていうね、そういう二つの伸びしろが実はまだある状態。はい。だって、新馬戦勝っただけで、それ以降は、あの、そういうね、いろんな目に見回されているので、うん。なんで、かなりね、あの、このまま本来の実力よりも成績は悪く出ちゃっているなとは思うんです。 で、調教に関してなんですけど、えー、反五で54.5秒で、えー、15.0、14.1、13.1、12.3。えー、まあ、ご存知の通りね、矢作急車の絶対的な勝負調教パターン、僕が買うもの、いつも紹介しているものは、53秒以下とかね、えー、早い時計で、しまいにハロン12秒台まとめの加速なので、まあ、これちょっとそこにはね、全体時計足りてないんですけど、まあ、2ハロン12秒台じゃないんですが、2ハロンのとこ13.1ですからね。 で、しまい12.3なんで、まあそこはそんな遠くもないという感じです。で、加速ラップの形でこの時計であれば、まあ矢作牛舎、勝負調教パターンよりは落ちるとはいえね、成績は水準以上になっている状況の時計のパターンなので、まあその点もクリアしているのでね、そろそろちょっとやっぱり結果を出してもらわないとなとは思ったりします。はい。 で、前層の共同通信杯こそね、ザ・ヤハギ調教ではあったんですが、まあ今回ちょっとね、これぐらいの内容で若葉ステークスで構想して、次の大舞台で、再度のね、ザ・ヤハギ9社のタイムトラップで出てほしいなと思いますし、ここ二戦力が出せなかった不利があった、入れ込んだ、かかったとかいうのがあっての、の今ですからね。で、まあ今回も人気するでしょう。そんなところまでは競馬ファン見てるでしょうから、 人気すると思うんですけど今回これで勝ってくれても一部ねあのこっから g 1とかっていうところになるとどうしてもあの成績がねあの群があるというかピンかパーみたいになるわけですよ1着もし今回カバステークス勝ったとしても次のレースでね、えー、まあでかいレースになると思いますが勝った場合は。 えー、成績をね、競馬新聞とかで見た場合、1571っていうね、ピンかパーかみたいな感じの成績になっているので、そうなると本番人気を落とすかなと。そこで矢作9社の矢作調教全開のね、あのパターンで来てくれたら面白いなと思いますので、ちょっと先々のね、あの、楽しみのためにもここは、うん、なんとかしてほしいなとは思います。はい。それ以外に調教の部分でいいのはですね、えー、キープカルムですかね、とか、 鳳凰、えープ,えー、プロ三芸、はい、これ旧社の調教の話ですね狙い目の調教っていうところだとノーブルスカイとかねその辺のところがあって割と人気がないところも今出たかなだから矢作9社のもう一頭とえー、あれですね、えー、高柳9社のノーブルースカイかなその辺を組み合わせてちょっとねあの配当を上げれたらいいかななんていうふうに思ってますけどうんまあ指数的に純テイクが高かったりするのでうちの指数的にね そうなると割とガチガチで決まっちゃう可能性もあるかなと思うんですけど割とノーブルスカイあたりには注目しているのではい調教の部分では Mr.GT 紹介しましたが馬券っていうところになってくると割とねえーノーブルスカイやはり厩舎のもう一頭鳳プロ三あたりがうん配当を上げてくれる可能性があるのはその辺なのかななんて思いますけどね。 はい。そんな感じでお届けいたしました。えー、馬にも自説なんですが、ぜひね、チャンネル登録や高評価で応援してください。このコーナーには、このコーナーに関しては、えー、もう全く反響がなくなってね、誰も見たくねえやっていうのが伝わってくる感じだったら、もうやめるというコーナーになっておりますので、はい。まだあれですね、レギュラー放送じゃなくって、あの、特番ですね。特番やりながら、えー、っと、なんでしょう、視聴率とかをチェックしているっていう感じですかね。テレビでもあるパターンですね。 うん。なんで、まあ、あの、これはもうクビだなとなったら、このコーナーはクビになりますので、はい。まあ、えー、今後も見たいなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひね、えー、いい、あの、いいねやチャンネル登録しておいてくださいという感じです。はい。え、ちょ、ちょっとね、あの、他の動画でも、あの、言ってるんですけども、絶望的に時間がなくてですね、土曜日の夜に、あの、何の時間もないんですよ。うん。なんで、あの、土曜日分の馬にも時節も、あの、 そうですね。金曜日の夜の間か、もしくは、あの、日が変わって土曜日の夜中、明け方までにアップしていこうかなと思います。はい。40章と馬にも次節2本アップしていくという感じになります。本当ちょっとね、時間がないんで、こうするしかなかったんで、まあ申し訳ないんですけど。うん。ま別に申し訳ないこともないんですけどね。<laughs> 分けて見ていただければいいので。はい。なので、あの、まああの、いっぱいね、動画アップされると思いますが、えー、アップされると、あの、通知行きますので、チャンネル登録者の方には。 ぜひね、あのー、一本一本短いんで、今回は。はい。あの、ぜひね、えー、ぜひね、チェックしていただければなと思う次第でございます。ということで、えー、馬にも次説でございました。竹内でした。バイバイ。